武者の工事家は、藤原北家館陰流の公家、家族藤原北家日野流の公家、戦国期に廃絶。初代公主は、三条西美城の次男として生まれ、三条西家から分家して新たに、武者の工事家を建てた。仮名は、室町時代の三条西家の邸宅が、武者の工事に面して構えられていたことから、武者の工事帝と呼ばれたことにちなむ。三条西美城の三男、 未号は分家して、成功家を起こしたが、その長男、三信の長男、実因が、王子の皇主の養子に入り、武者の光子家を相続した。この二代三影とその長男三代光家は偽装を務め、朝廷で活躍した。また、武者の光子家は、この実因も含め、優れた家人を、数多く輩出していることでも知られる。成功家は実因が本家を相続したことで当主を、 失い一旦途絶えたが、後に天皇から寺院の次男、重機に成功家の再興が特に許されている。この重機が出世して、成功家も晴れて、同情家の一つとして、ウリン家に加わることとなったが、その際に加盟を高松家に改めている。明治維新後はサネヨが死者区に除せられた。十代公共は外交官として活躍したが、 現役最後の不妊となった中毒大使は中毒陸軍部官の大島博氏に散々に振り回された挙句に望みもしない日独防教協定に署名する羽目にあい戦後これが災いして公職追放となったその弟が作家の武者の工事佐根である南北朝時代の公家日の元明の子教皇を外する教皇から五代に光まで代々苦行となるが 戦国時代頃に絶景した。三代、高光の娘、円満院は堀越久保初代、足利正友の形質となり、足利清明、足利純道寺の聖母となる。しかし、正友の死後、かつて正友によって拝着され幽閉されていた、足利茶茶丸に、純道寺ともども殺害されている。殺害された理由としては、一説に、自らの子である。 順道寺を正友の後継に据えるために円満員が茶々丸を残言しており、それが廃着、幽閉につながっていたことを恨んでいたため灯されている。館員流飛の流国立歴史民族博物館の旧高給料取調べ帳データベースによると、幕末期の武者の工事計量は、山城国相良郡仙道寺村のうち130国であった。ありがとうございます。